クストーンスの森本慎太郎、26、と田中樹、28、が、11月11日放送のラジオ番組、シクストーンスのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送で、ジュニア内ユニット 7MEN、侍の紺のオーテル、23、のやらかし、顛末を語った。番組中盤、田中が、来年の1月10日に発売されるシクストーンスの4枚目のアルバム、ザ・ VIBES について告知。収録曲や特典などについて森本と語り合い、放送当日の正午に情報が解禁されたと報告すると、いくつか前に色々あったと苦笑いし、後輩の今度が解禁前にうっかり情報を漏らしてしまったと明かした。これは、10月7日放送のラジオ番組、ラジラー、サタデー、NHK 第1、に今度が出演した時のこと。その放送後、今度はマネージャーと一緒に、シクストーンスの所属レコード会社であるソニーミュージックレーベルズに直接謝罪に行ったところ、叱られるどころか、ザ・ VIBES の宣伝隊長に任命されたという。田中は、今度が SNS の宣伝写真に手だけで登場しているとし、良い感じに収まったと安堵した。そして、森本が舞台、ドリーム DOIS で今度と共演した時、ザ・ VIBES を聞かせたのがきっかけで、話さないでねと説明しなかったのが悪いと指摘。これを受け森本は、今度を必死にフォローして、ごめん、と謝罪した。リスナーの X、Twitter 上の反響は、やらかしがそばだったらこんなフォローされたら泣いちゃうよ。ソニーもシクストーンスも心が広いというか、転んでもただでは起きないというか、張本人巻き込んでエンタメに全振りするところ、公共の電波で笑い含めながら笑いにしすぎずフォローしてくれるところ、本当に良い先輩すぎて羨ましいよなどと、絶妙なフォローに感謝の言葉が寄せられていた。やらかしがまさかのチャンスに、やらかしを不問にするどころか、宣伝隊長にまで任命するのが、シクストーンスとソニーの良好な関係を表していますよね。ただでさえ、ジャニー北川氏、去年87の問題で旧ジャニーズの露出が減り、ジュニア勢の将来が危ぶまれていることもあり、田中と森本のフォローとソニーのアイデアに、感謝の声が上がるのもわかります。芸能ライター、ソニーミュージックのシクストーンス公式 X で何のアナウンスもされないまま、クロスワードクイズが出されていたが、そのクイズが書かれた紙を持っていたのが今野だと、この放送で判明。ファンからは、あの手、今野くんなの。あの4本の指と綺麗な爪は謝罪と真摯な姿勢の表れなのねなどと好評だ。宣伝隊長として、これから先輩のプロモーションに引っ張り出されるかもしれない。7MEN、侍はジュニア内では位置的に、A、グループ、B、少年、ハイアレツの字あたりですが、これはチャンスですね。先輩グループのプロモーションで露出が増えれば、ナスユート、21、の、シュークリーム投げつけ動画、流出で株を下げている美、少年よりも優先される可能性も、まだまだかなり先、と言われているグループのデビューが一、前進できるでしょうね。全道、先輩のナイスフォローで、7MEN、侍に新たな展開が生まれるかもしれない。画像、シクストーンスと 7MEN、侍のコラボプロも、指の揃い方、紺のオーテル、顔なしでも大反響。次は顔出しで宣伝？